危なかったな。なんでいきなり歌劇場から飛び出てきたんだ。もしかしてあれが前にお前が夢で見た巨大なクジラか。やっとヤツと顔を合わせることができたな。ヤツがここに現れた理由なら十分承知している。あのクジラはテイワットに属さない。涙を流しながら星々を往来する化け物だ。奴はこの星の大海エネルギーを貪り飲み込んでどんどん大きくなっている。これが海面上昇の主な原因だ。だが大海のエネルギーもやがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ水神がフォンテーヌ人を創造した時、その血管に原始大海の水を封じたと。うむ。フォンテーヌ人の血液はあのクジラにとって大きな魅力を放つものなわけだ。だから奴が大海を離れた後は大勢の民衆が集まる歌劇場がおのずと最優先の目標になった。さっきのってあいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復したらまた陸地に上がってフォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの。ああ、むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのも、あのファデュイの執行官のおかげだろう。疲れ具合から見るに、クジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。戦闘鏡のタルタリアが、あのクジラと腐れ縁があったことが、まさかこんな時に役に立つなんてな。そういや、クジラこそが予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。なんとかしてあいつを倒せたら予言の実現を止められるんじゃないのか。もう間に合わない。私の知らない間に奴はこの星の大海の力をあまりに多く吸収してしまった。もはや星の大海そのものと一体化してしまいそうなところまで来ている。おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなおあのクジラは生き続け、他の世界を泳ぐことだろう。私は認めないよ。やれることは全部やった。元凶まで目の前に現れたのに、そんな時にこの相手にはそもそも勝てっこないだなんてずるすぎるでしょ。盛大な開演にこういうフィナーレはふさわしくないと思うな。何があっても最後まで戦う覚悟だ。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。予言は当たるは必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。おそらく死刑執行の時間だろう。フリーラまだ君に聞くことが。
君は。すまない。その驚愕の表情、すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君は、フリーナではないな。一体何者だ？ああ、そんなに驚いてくれるってことは、つまり、僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう。僕こそ、魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスが、なぜ私たちを欺いた？ああ、無論。僕の目的は、君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしているのは、天理さ。天理を欺く。あの予言のことだよ。面倒だろう？すべての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまり、エゲリアがこの予言を僕に託したとき、僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって、分かってたくせにさ。同時に、属性の七姿勢である彼女には、もう一つ分かりきっていたことがあった。天理を敵に回してはならないと。こんなの、解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だって、そう思うだろ？僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃に、ようやく、僕はその唯一の答えを見つけ出した。天理を欺くことのみが、予言が起こると同時に、みんなを救える方法だとね。うん。僕って本当に天才。これもまさに、エゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば、彼女はこの国を救う任務も、水神としての責務も、人を創造したことの原罪も、何もかも、一気に僕に押し付けたんだね。あ、でもまあ、しょうがないさ。なんと言ったって、僕もかつては彼女の眷属。あまたの純粋精霊の一人だったんだからね。つまり、君もかつてエゲリアによって、人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることは、ずっと僕の夢だった。今だって、何の変わりもないさ。僕からすれば、人間の存在そのものが、美しい歌劇のようなもの。神になってから、僕は作られたばかりの人の自分だけを残して、己の神格を、体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのは、その神格さ。それに対して、人間の僕を、僕は、フリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は、人間しか持たない長所。その短所も、人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナは、まさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は、本当の人間と全く一緒で、それこそ、僕の理想の自分だったからね。その後、僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を、完成させるためにね。覚えているだろう？予言の最後のあのシーン。水神は自らの鎌倉において、一人ぼっちで涙を流す。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって、神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に、人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に、正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ？君の法廷がなぜ、エピクレシス歌劇場という名前なのかを。だが、あのフリーナは所詮人間のはず。好きの命があったとしても、精神の強さは人並みに過ぎない。
彼女にとってこれはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ、フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば僕はちゃんと僕に謝らないとね。この500年は彼女にとってはこの上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う過激だった。に上がっていいと言った？神フォカロルスとして僕に対する崇拝は理解しよう。だが規則を破ってはならないんだぞ。よかろう、君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ下がりたまえ、僕の演劇を邪魔してはいけない。ふっ、とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。舞台アクシデントだ。心配せずとも守衛が対処してくれるさ。おい、何をしている？観客はまだ僕を見ているんだぞ。守衛、守衛はどこだ？フリーナ、フリーナ。え、誰？僕を呼ぶのは誰だい？どこにいるんだ？焦らないで、怖がらないで。僕は君の目の前にいるよ。ちょっと待って、どういうことだい？君は鏡の中の僕？うん、その呼び方も悪くないね。では、これから僕は鏡の中の君だ。鏡の中の僕。君は僕に何か用？
予言のことを聞いた。予言？あ、待って、僕は知ってるみたいだ。なぜかはわからないけど、それは僕の頭の中に存在しているかのようで、人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。そう、その通りだよ。よくわかってるじゃないか。どういうことだ？僕の記憶は何もかも曖昧なのに、唯一この予言のことだけははっきりと覚えている。予言の内容は本当に起きることなのか？そうだよ。これも僕が君を探しに来た理由だ。フォンテーヌの災いはいずれ訪れる。全てが予言通りになってしまう。逃げたって無駄だよ。それってすごく大変なことなんじゃないか？みんな死ぬのか？フォンテーヌ人として僕も溶けてしまうのか？心配しないで。この世に奇遇なんてものが存在しているのは、まさに人々に天気をもたらすためなのさ。君が今日僕に出会えたことだってまさにそうだよ。みんなを救う方法は僕が教えてあげる。ただその代わり、君はいくつもの苦難を乗り越える必要があるんだ。なんだ、救える望みがまだあるのか。本当にびっくりしたよ。君があんなに怖そうに言うからだよ。苦痛については、僕の頭に最初に浮かんだのは、確かに、なぜ僕がそんな苦痛を味わわないといけないのかってことだった。けど、どうせ予言が本当に実現してしまったら、僕も死ぬんだろ？それに、奇遇はこうして僕を訪れたわけだ。こういう天秤があると考えよう。片方は全てのフォンテーヌ人の命で、もう片方は僕自身の苦痛。天秤がどっちに傾くかなんて考える必要もないだろ。やっぱり君は最も完璧な人間だ。僕の理想だよ。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ん？いや、なんでもない。いいかい？フォンテーヌは今、水神を失ったばかりだ。君には、新しい水神を演じてもらう。神を、演じる？ああ。ずっと、ずっと演じ続けるんだ。誰にも疑われてはならない。もし君にそれができたなら、僕には予言に抗う術がある。けど、万が一君の身分がバレてしまうと、最後の希望もそのまま消えてしまうだろう。でも、そんなのどうやればいいって言うんだ？人の身分で神を演じて、全くバレずにいるなんて。安心して。君のやるべきことは、自分を本当の神の姿にすることじゃない。ただ、人間が想像するような神の姿になればいいだけさ。君も人間だから、それがどのような姿かについては、よく知っているはずだ。覚えておくんだぞ。これから君が直面するのは、神聖をどう模索するかということじゃなく、人生にどう抗うかということなんだ。まだ完全に理解できてないけど、僕、頑張ってみるよ。それで、僕はいつまで水神を演じ続けないといけないんだい？この任務をこなすために、君は長い年月を歩むことになるかもしれない。終わりの日が訪れるまで、君が年を取ることはない。しかし、僕は約束しよう。ある盛大な、歌劇のような審判によって、一切に終止符が打たれ、すべての人々は救われる。審判か。それは楽しみだね。すごくワクワクするよ。
数立帝は僕が水神を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。正直全然わからないけど、とりあえず自然な感じで演じてみよう。古本、紳士淑女のみんな、ようこそ今宵のエピクレシス歌劇場へ。僕が水神を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、この僕フリーナ・ドゥ・フォンテーヌが君たちの新たな水神だ。一国家の新たな神になる。これまでそういった経験はなかったけど、みんなを導けることを光栄に思うよ。魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、僕はできる限り力を尽くしてみんなに公平で公正な時代をもたらしたいと思っている。改めてここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバイスなどがあれば数立帝に提出してくれ。フォンテーヌの未来を築くにはみんなの協力が必要なんだ。これでいいかな。噛むかと思ったけど、無事思っていた通りに話せてよかった。次は、これが新しい水神？水立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よりも上位なんだから神様ってもっと威圧感があるのかと思ってたわ。おい、聞いたか？最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれじゃ一般人とどう違うんだ？もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの？数立帝が手配した操り人形だったりして。な、どういうことだい？どうしてみんな僕を疑うんだ？まずいぞ。もしバレたらみんなを予言から救えなくなる。そうだ、鏡の中の僕が言ってた、人間が思う神を演じればいいって。冷静になるんだフリーナ。人々が求める神、人々が思う神が一体どんなものかちゃんと考えろ。威圧感、存在感、全ての疑念を払拭してくれるようなイメージ、僕はそれを演じなきゃならない。悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日、弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、アマツさえ歌劇場の主であると主張したとして、それでもフォンテーヌの民は従うのかと。しかしどうやら諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。君たちにはこの歌劇場で僕と一緒に美しき審判を見届ける資格がある。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと思ったのだが、どうだい？ここより改めて自己紹介をしよう。なるほど、さっきのは演技だったのか。道理でここが歌劇場だってことをうっかり忘れてたよ。新しい神様がこんなに個性的な方だなんて、かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりはいいかな。魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやり直そう。さて、我が愛しの民よ。僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆正義への熱意を持ち続けてくれたまえ。この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。罪の中に咲く正義こそ最もかぐわしい香りを放つのだから。正義の神の手にある天秤は
決して堅苦しいものであってはならない。一方に公平と公正を乗せ、もう一方は歓声と喝采で満たすべきなのだ。法を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあ、フォンテーヌの未来のために杯の酒を飲み干そう。我が民よ、君たちが心から正義を信奉する限り、この世に審判で解決できる問題などない。このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ裁定カーディナルの前でならば、僕、魔人フォカロルスはこの世の神々さえも審判してみせよう。おー！